宮本武蔵が槍で縫えと戦うが、山中鹿之助高生月岡義都氏が、義都氏武者ぶい槍は、一つを主目的とする領具、武器、武具の一種。投敵することを目的としたものは、投げ槍という。有志以前から人類が使用し続け、銃剣に代替されるまで長く戦場で使われ続けた。槍、槍とも書く。現代中国語で、槍という漢字は銃を表す。 日本で、槍が使われた例は、絵画では、資本着色周囲、古とくっつ隊までたどることができ、また、槍という日本語は、剣無政権機に、対抗自合戦で、槍が使用されたとあるのが初出である。槍は、人類最古の狩猟道具、武器の一つで、白兵専用武器の中で、最も活躍した実用的な武器の一つであり、その用途、種類は幅広く類似品も数多く存在する。 槍は人類の戦いの歴史になくてはならない武器であり、すべての時代において使用され続けている。近世以降は銃剣を着剣した小銃が競技の槍にとって変わったが、その使用法も槍そのものである。旧石器時代にはすでに人類は投石と槍を使用していたことがわかっている。鋭い牙や爪、突進力を有する動物に対するために槍の長さは有効であり、 この利点はそのまま対人の兵器としても発展していった。一つだけでなく、斬撃や打撃を駆使して戦うことができる。そのため、おの、鎌、フック、鶴橋、ウォーハンマー、蚊など、多種多様な長い武器に発展していった。欠点としては、大型ゆえ兵所での戦闘には向かないことや、長い柄が不利に転じうる、形態に不便などである。 単価や木この代用品として負傷者や荷物などを運ぶ道具として使用されることもある。旗竿としても使われ、軍機やそこから転じた優勝機などの旗竿はしばしば槍を模した穂先などの装飾が施される。戦闘時に相手との距離が取れることによる恐怖感の少なさや振り回すことによる打撃や一つなど基本操作や用途が勘弁なため、 連度の低い徴用兵を戦力化するにも適した武器であり、用の東西を問わずに戦場における主兵装として長らく活躍した武器である。一方、壮術と呼ばれる技術体系も存在し、防術と組み合わせることも多い。また、その長さの持つ威圧感から軍事力の象徴的に扱われることがあり、特に衛兵や門番は槍を持った姿が多い。 槍を長くするほど、相手との距離を空けて戦える上に、相手の攻撃が届かず優位に立てる。一方で、槍が長くなればなるほど接近戦が絶望的になるのと同時に、森林や京所での移動や取り回しが難しくなるなどの大型の武具全般に言える欠点がある。この欠点は、洋の東西を問わず認識されており、ファランクスや槍ブスマなど野戦で王列を作り、 槍の壁を作ることで、仲間同士で弱点をカバーし合う戦術が考案されている。これらの戦術を用いることにより、集団戦術において槍は有効な武器となっている。個人戦の場合も、俗に、剣にて槍に対抗するには3倍の段位が必要と言われるように、地下までの戦闘でも長いによって、問題なく戦闘ができるが、武術体系を習得し、 扱い切るのは困難である。また、戦場での戦列が乱れた、乱戦状態での使用も困難である。しかし、乱戦での使用が不可能というわけではなく、日本の戦国時代の乱戦においては、槍組足があるが、横槍を入れるといい、槍で側面攻撃する場合もある。創術は防術などの他の武術体系の領域とも重複し、習得内容の幅が広く、 非常に難しい。とはいえ、同じ長物である体験などと比較すると、そこまで扱いづらいものではない。長塚かなりの武器は、基本的に使用者の身長から、その2倍程度までが無難であるとされるが、使用者の身長の数倍以上のものを扱うものもいる。逆に1メートルくらいのものもあり、片手で扱う武術もある。無用の長物というように、使用者が扱えないほど、 長くなれば、戦闘にほとんど使えないということもあり得るので、特殊な方法を除いて、自分の力量や戦術に似合った大きさのものを選ぶ方が良い。右手で柄尻に近い側を握り、左手を前に出して支える構えから、左手の中で滑らせながら、右手の力で突き出すというのが最も基本的な使い方である。重量のある長創では両手で握りしめと進しながら、 突き出すほか、高く差し上げて打ち下ろす使い方も、用の東西で見られる。古代イギリシャの重装不評は、縦と併用しかた手で、投げ槍の要領で肩の上に構えたが、いずれにしても獲物の長さや状況に応じて、臨機応変に構えを変えたようである。突き刺す以外にも、叩く、投げ払う、かすめ、叩き切る、絡める、引っ掛ける、フェイント的に柄の側を使うなど、 様々な用法が開発されている。両手剣類を扱いやすくする形で槍に似た形を得た武器もある。長巻やツバイヘンダーなどが恒例であり、何より原始に初めて槍が使われ始めた頃から現代に至るまで一部の例外を除き基本的な構造にほとんど変化が見られないことからも槍は武器として一つの完成型とも考えることができる。最初期の銃も すでに存在していた同じ投射武器である石弓には似ておらず、むしろ槍に似た長いの先に薬室と重心を取り付けた形態であった。その銃が発明された中国では現在でも主力小銃を不槍と呼ぶなど銃に槍の字を当てている。19世紀頃になるとその銃器の普及が進み、槍は取って変わられていった。しかし、戦闘時における槍としての機能の有効性は未だ。 健在であり、軍用のサバイバルナイフの中には、柄の部分が空洞になっていて、木の枝などを差し込んで、ソケット式の槍にするものもある。銃剣は、剣と核が実質は扱い、形状ともに槍であり、現代の主力負荷表彰もほぼ全てに銃剣が取り付け可能であり、実戦で使用するための訓練も行われていることから、未だもって、銃剣ひいては槍は、全世界で、 実戦配備されているとも言える。21世紀に入っても、イギリス軍がアフガニスタン紛争において、銃剣突撃で武装勢力を回乱させた事例が存在する。その他、土木用具のシャベルも、特に残豪戦では、白兵専用の武器の中で、最も活躍した立派な武器として認知されている。現代の非対称戦においては、いかに先進した軍備を誇る大国の軍といえども、 劣弱な後方部隊が襲撃される状況がままあり、銃剣を含めた兵士個々人の気力体力に依存する戦闘力の意義がむしろ大きくなっているとも言える。槍を投擲する概念も期限前から存在する要法である。腕の延長としてスイング半径を拡大し飛距離を増大させる槍投げが世界各地から発掘されている。投擲用の槍は適当な重量やバランスが 手持ち用のものとは異なるため、独自の発展を遂げた。古代ローマのピルムは、最も高度に発展したものの一つと言える。弓の発明、伝代がなかった、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ニューギニア島、ポリネシアメラネシアミクロネシア太平洋諸島県及び、ハワイ諸島、南米奥地などでは、近代まで、狩猟具や武器として用いられてきた。 現在の陸上競技でも投げた槍の飛距離を争う槍投げが存在する。槍は主に長い棒とその先端につく硬質な部品の2つで構成される。基本的に衝撃に耐えうるように分厚く丈夫に作られていることが多い。柄は最も重要な部品で柄の作りで槍の強度が左右されると言っても過言ではない。また状況や使用法によっては 柄自体も打撃武器となり得る。そして柄の作りは千差万別で一括りにはできない。柄の長さは短いもので数十センチメートル、長いものでは8メートル程度に及ぶものも存在する。断面形状は円柱型が多いが、葉の角度が手の感覚でわかりやすく、手首のひねりで角度を変えやすい斬撃用に特化した楕円形、トーラン形、繰り形や、 多角形のものもある。太さは、個人の好みや使いやすさにより、様々であり、さらに柄に枝や節がついているものや、木刀の柄のように木の素地を活かす、またあるいは内刀や長巻きのように束巻きを施して、手だまりを良くし打撃や斬撃に適したもの、漆やろうなどを塗り滑りやすくしたものもある。柄は主に木製であり、特別に製作される場合を除き、 地域ごとに自生し、普及性のある材が最も多く用いられることが普通である。基本的には菓子、栗、くるみ、シー、ブナ、シー、オーク、桜などの頑丈な木材が加工されて使われることが多い。くぬぎ、なら、柏、桜、カツラは菓子、栗、くるみ、シー、ブナなどに次いで重厚で柔軟性もありやや割安なので比較的利用された。 磨けば、光沢も、美しく、硬いが柔軟性には欠けるたく、椿、茅ケヤ毛エンジ樹、ビは、土地の木、椅子の木、一イ位イ、鍵は、衝撃にあや,やもろくあまり長く作れない上、材自体も希少でコストパフォーマンスが悪い、あるいは上すくい食料であるなどの理由により、美術装飾用など特別な生産の場合を含め、生産はごくわずかである。また、 日本では、室町時代後期から、戦国時代にかけて一時期即席の槍として、その急務性と、軽さから、農民兵に貸し出し用に生産された、お菓子槍などに過ぎ、松、ヒノキ、サワラ、ツガなど針葉樹が使われたが、一部の特殊なものを除き、さほど頑丈ではないためあまり普及しなかった。中国では元来天輪棒やモッコ。 物干し竿などの竿に竹と共に日常的に使われていた軽くてしなやかで叩きつけても折れにくい白浪痕が汎用性もある高品質の柄としてまた棒術の痕、棒としても用いられてきた後期にある熱帯性の木材が手に入りにくい大航海時代以前の欧州では北欧などの北方地域では重型な木材が手に入りにくいため松、木の木、蔦 ヒマラヤスギ類などの比較的軽くて、耐寒性と、水や湿気に、耐普及性があり普及している、針葉樹系の新材や、ヒイラギ、アッシュ、カバが用いられ、南欧ではシー、ブナ、オノオレカンバ、オーク、ウォールナット、西洋一位、マロニエ、オリーブ、月桂樹、レバノン杉、カシューナッツなど、比較的重厚な材が使われた。また、大西洋航路の確立後は、 北米から、沼杉も安価な溶剤として比較的多く流入した。また古代ローマギリシアをはじめとする地中海周辺では、まだ絶滅危惧ではなかった、レバノン杉が豊富に使われた。東南アジア、中南米、西アフリカなど熱帯タウリン地域では、重刀長寿、ムクロジ、ボダイジニセアカシア、ゴムの木類など木材類や黒炭、シャムクロガキ、シタン、鉄木、 屋さんイエソ家キ、ブ部品が、ローズウッド類などの最も高質な木材類が、生育も良く、採集も容易だったため多く用いられた。その他、軽量さや生産コストの低さを求め、強度に不安のある、低品質な木材が使用されることもあったようであるが、これらは往々にして、折れやすいものであった。また例外的に、装飾用、儀礼用として、 実践を想定しない類のものには、柄の材料としては向かない蒸気以外の木材が使用されることもあった。クジラのヒゲ、一角の角、象サイの角など、動物性の材も、儀礼、装飾用や、木材の取れない地域での槍に用いられることはあるが、木材と比較すると脆く強度に欠けるので、生打ちの牙、水牛の角などとともに、 心材の補強用に留める場合が多い。鉄、制度、真鍮などによる、総金属作りのものも存在するが、金属部をしなやかな細身にしたり交換技術が発達するまでは、柄として用いられたことは多くはない。これは、総金属製の柄でできた槍が重く、扱うために平均以上の漁力と、全身持久力が必要となること、また寒冷高山地では、 熱伝導率上持ち手が凍える、同様に熱で素手で,では触れないほど熱くなることもあるが、感触が硬く衝撃の際に手が痺れる、手の内が汗などで滑りやすい、などの理由によるものである。そのため、鍛錬や己の総検査をアピールするなどの特殊な場合以外では、熱帯地域以外ではあまり好まれて使われない。複合素材を用いた例として、 日本では、室町時代後期から、うち、柄と呼ばれるものが存在する。これは、頑丈な木材ほど、重くしなりがなくもくなりやすく、柄を長くすると扱いづらいため、穂先が小さく短くなりやすく、また、重かたな木材は、製造が効果になるという問題を克服するためである。製作法は、厚めの竹を割いて断面が台形もしくは三日月型、 小波紋型になるように割った、細長く加工した竹紐を、芯材の周囲に巻いて、円柱状になるよう取り囲んで組み、二皮で接着して、麻紐や等皮で巻き、さらに補強と防水、棒を兼ねて漆をかけて固めるという加工を施す。これは、工程量に大きく差はあるものの、内柄より先に確立していた、数弓の合成弓の製造法に類似している。内柄の中でも、 中心にヒノキを用い周囲に、差が竹と皮を用いた、麹田は、万に一つも折れる心配がないと評されている。補強一般的に穂先近くの柄に、打撃や斬撃によって折れないよう補強が施されることが多く、柄全体には布、皮や、鶴、樹皮等を巻き付けるものや、縦に細長い鉄板を前後左右どちらかの片側か、両側に貼り付けるタイプのもの。 その両方を組み合わせてあるものも多い。例外的に昼巻きという鉄、銀、真鍮、銅合金などの昼金というテープ状の金属体を柄に巻き付ける手法や重腹人という薄い金属の板でぐるりと覆う手法もある。先端巻きというもとは弓を補強する技術から流用された塔や針金などで巻き付ける方法もあり、これは滑り止めにもなり柄を握る、際の手玉りを良くする。 日本の槍において補強を施す一番の理由は、槍の強度的な弱点である目くの部分を補強するためにある。さらに敵を打撃した場合の破損を防ぐほか、柄に傷が入った場合、柄を削り直すか交換する必要があるが、補強部分だけの交換だけで済むことにある。また、金細胞や棍棒のように破壊力と強度を合わせ持つことにもある。 補強に使われる素材は竹、糖、カバ、鶴紐、糖の植物性素材や合わを紙のりとして用いた、天然樹脂や、縄や、紐等の加工品、鉄や真鍮、青銅などの金属及び、合金素材、比較、毛、剣、牛野菜などの角、骨、造毛等の動物性素材や、鉱石など非金属など多様で、柄と同じく漆や、牢や、ニカは、 天然樹脂などで塗り固めて作ったものも存在する。バ柄の中には、椿が付属されているものもあるが、打撃に耐えうるように太く作られている場合が多い。完成などが大きくなるのを防ぐためか、サイズは小さくなる傾向が見られる。また、刃渡り自体が短いので椿のリーチを伸ばすために、柄の方に寄っている、または、一筋や振り回す時のストッパーや邪魔にならないように、小さめにして、 柄の中間あたりにつくものもある。ランスでの突撃や手元の防護や体あたりの補助のために根元あたりに唾としてついている。また、日本では十文字槍などの中には内型など用唾を設けたものがあるほか、項目、日本における槍でも構実するように滑り止めのためのしとめ玉や項目、槍及び長荒武器の分類でも構実する管槍が存在する。 左から、お敵根の穂先、敵根型の牛皮聖書、通常の鞘やりや長ら武器の中には敵を威圧、挑発、威嚇するためや、上司や敵に、己の奮闘ぶりを見せつけるため、個人が所有を特定するため、あるいは敵に対する、めくらまし、宗教的、呪術的な儀礼や生存への渇望や、戦勝祈願、過護、心理的な威力付与、 敵に対しひるませる効果を求めての護符や演技かぎ、または闘争用ではなく、元から装飾及び宝飾用であるものや、法能、祈祷に用いるため、または補強を兼ねるためや補強を隠すために装飾を施したものもある。日本では、槍頭を保護する鞘は、運搬や保護用の簡素なものが主流であるが、有力な武将は戦地において、 旗印となるように彫刻や塗装により装飾されたものを別途用意していた。特に鳥の羽をつけた毛葵が大名行列など儀仗用として用いられていた。ヨーロッパでは軍旗の竿として利用することもあった。一般的な石塚とがった石突き人と逆の先端部分は石突きと呼ばれる。木材の柄を代用にしていたものや量産型で簡略されたもの以外は半球型の。 鉄製キャップが多い。中には、全体の重心のバランスを取ったり、重くしたりするため、制度、真鍮、鉛製、時代が古いと、時に、石製のものもある。地面に突き立てる、突き立てる、際の柄の保護、重心を中央に安定させるなどの他にも、先を鋭く尖らせて、一つや、失踪時の補助として、棒幅跳びのように槍を用いた時の設置時の支柱や、 ブレーキ機能及び同じ要領で流れの緩やかな過程を鎧着き込みのまま潜って移動する際に怒りのように一時固定する爪としての機能を持たせた物、重り、メースを取り付け打撃力を強化したものなどの攻撃用に特化されているものも存在する通常の石突きでも突いたり殴ったりすることは可能である石突きの部分が穂先と同じように早検診 針などのように鋭利な形状に作られているものも少数存在するが、実践では自分自身や騎乗している馬、味方さえも傷つけやすい上、地面に突き立てられないため、扱えるのは気乗が高いものに限られることから、あまり普及していない。逆に、日本のなぎなたは基本的に地面に突き立てないため、石突きは半月型等の切り付ける用途に向いた形状が大半で、 多くのなぎなた術にも石づきで切りつける技が含まれている。槍頭は、打突時の構造上強度がある三角水場、四角水場や、刀剣の波状、円水場で、石製のものから金属製のものまで、時代や地域によって異なる。穂先が波状の場合、斬撃の機能もあり、同種の武器であるなぎなたと比較すると刃に反りがない分、刃物としての切断効率は、 幾分劣るが、打撃によって叩き切ることを目的に設計されているものが多い。これは、細身の刃では斬撃の衝撃に耐えるのが難しいため、無理に刃をつけるよりも打撃力そのものを強化した方が効率的だったからである。槍の種類の発展型として、ハルバードのように斧、鎌、針などを組み合わせ、斬撃の機能を強化する、引っ掛ける、敵陣を捉えるなど、 滝の浮化した枝物が存在する。矛先が複数に分かれているものは場合によっては一つの際、威力が分散されることが多く、三砂、二股などの森と同一、戦場では多少改善されているものが主流。先端が尖ってさえいれば5センチメートル程度の葉渡りで一つには全く差し支えなく、使えるため、その他多くの槍、特に突きや打撃に特化したものの多くは、 刃渡りが5センチメートルにも満たず、刃がついていないものもある。保証槍の傾向時や、運搬時に、槍頭の棒を、棒錆や、欠損防止、また人員や馬などの家畜、物資や構築物に接触した際に損傷させることを防ぐために、中世以降は、先人以外では、刀剣と同じように鞘に収めることも考えられた。材質としては、西洋では、比較性。 アジアでは布を巻きつける簡素な手法や陶器製、木製のものが多い。日本では内刀の鞘と同じように木製が多く、後世には糊で厚く重ねた和紙を漆で固めた簡易の鞘も出てきた。凝ったものや装飾用のものには、西欧ではスウェードや羊毛、ビロードなどを鞘の内張りにすることがあり、日本では平安時代から 獣の毛皮を内側に貼るなどして干渉と防湿、防水の効果を持たせる場合があった。室町時代以降皇族や各時代の異性者、権力者が生じする効果のものや健常品等、神事の出し穂幼少などでは前述の西欧同様舶来輸入品であるスウェードや羊毛、ビロードで内張りされたものもわずかながらあった。また、戦国末期から江戸時代にかけて、 日本では、螺鈿細工などの薪細工を施すなど装飾する板合や加紋を入れる場合もあった。柄と槍頭の構成は、基本的に柄に被せる袋保式と差し込み式のような作りがあり、単純に武器としての耐久強度としては差し込み式の方が高いが、総合的に見ると絶対的に有利とは限らない。また、これらの接合に使われる部品は、 必然的に柄の補強とも統合される場合が多い。袋補式は完全に包み込むものと両側で挟み込むもの、片側のみで柄とつなぐものなどがある。柄の製作や修理が比較的容易にできる代わりに特に切る打つことがしがたく、作りによっては差し込み式より頑丈になることもあるが、金属製の補強溶剤のため重量が膨大になりやすい。 ヨーロッパ諸国の多くや中国をはじめとする東、東南アジア諸国などで使われていた槍はかぶせ式が多い。差し込み式は途中まで半分に割った柄の間に挟む形式と柄を空洞になるようにくり抜き中に入れる形式などがある。修理に時間と専門技術が必要だが比較的丈夫にできるため頑丈な槍を作りやすい。また、 日本の槍の多くはこの作りであり、柄と槍頭を安定させると同時に、相手からの斬撃で容易に柄から穂が切り落とされないようにするために刃、茎の比率を1、2から1、3と長く作るを柄ごと切り落とすために開発された長物とも言われている。また同様に、平安時代後期に台頭してきた薙刀にも同じく、槍以前に袋棒を持つ。 個々の穂先を切り落とす用法がある。また、前述の立ち打ち特殊差し込み式の強度を利用して、足軽や脳兵は、ながらやりとも呼ばれるお菓子やりで文字通り、叩き合った。これは、不慣れな長物で敵を取つするよりも当座をなどで、脱穀する動作に近い叩く方が慣れているからとも、傭兵として相手方にも雇われている身内、親類もしくは、同郷の友人、 知人を混沌させるにとどめて殺傷しないように配慮したからとも言われている。また、日本のほとんどの槍には差し込み式、袋保式ともに穂から柄にかけてくびれた首のようなものがあり、これを塩首という。この部位は細く、柄と穂をつなぐ最も衝撃と圧力が加わる部位の一つなので、それらを分散するように三角、平ら三角簿は五角柱、四角おりや、 賢人情母の場合は、八角柱に形作られている。和槍各種の槍左から順に、針槍、耐震槍、素槍、加藤清正が虎大事で用いたと伝わるカタカマ槍、室町時代、16世紀、東京国立博物館像日本における槍の一般的な構造は、木製あるいは複合材の、田柄の長い柄の先端に、先を尖らせて葉をつけた。 金属製の頬を差し込んだもの。頬や柄の形によって、巣槍、り、かん、やり、かたか文字槍、針槍など様々な種類がある。特に波長の長いものは、耐震槍と呼ばれ、おおむね頭身が一尺を超えるものを、耐震槍として分類している。日本では、弥生時代から、矛の使用が見られ、槍の使用例はそれほど多くはない。その数少ない例として、 宴会で酔った、大甘王子が槍を床に刺したという伝承がある。弥生時代前、中期は、弓と盾と鉄矛を主力とした時代である。弥生時代後期は、弓と盾と、鉄大刀を主力とする時代である。盾を持った、三平戦の場合、手矛より刀の方が有利なのは論を要さないためで、ある。鉄大刀は中国より輸入した、日本刀の前身である。そして、 古墳時代前期は両手で槍を使用し、密集体系を組んだ時代である。不評の装甲が強化されたため、両手でのながら兵器の使用が可能になったのだ。その次の古墳時代中期には、槍から柄をやや短くした矛に、主力武器が変わった。乱戦になった場合に振り回して切るという便利さを考えてのことである。 古墳時代後期は強化された装甲と再び盾と太ちが主力となった時代である。剣に長いをつけた刺し、残量用の兵器を保護、穂先が細鋭で、一つ専門のものをやりという説がある。その後は、保護は、スタ平安時代末期からは、薙刀の方が普及する。しかし、その後、戦国時代後半には、薙刀よりも集団戦向きであるとして、 槍が普及することとなる。矛と槍の違いについては、諸説あるが、前述の大天王子が使ったとされる槍も、矛が使われた時代であることから、詳細は不明だが矛とは、構造的に異なるものであったと思われる。しかしながら、矛が捨てれた後で登場した槍については、同じものを、古代は矛、中世以降は槍と称したと解釈して、問題ないように思われる。 例えば、柄との接合部が、ソケット状になっているのが矛。茎を差し込んで固定する方式が、槍という説があるが、実際には、接合部が、ソケット状になっている袋槍が存在する。新井白石も槍について、槍というのは、イニシエの矛の制度で作り出されたものだろう。現行、県無年間から世に広まったらしいと、著書で述べている。そして、 文中の記述において、槍、には、なりり、ここ、には槍の字を当てている。俗説では、箱根、竹の下の戦いにおいて、菊池竹重が竹の先に担当を縛り付けた兵器を発案したとされる。菊池千本槍は、熊本県の菊池神社で見ることができる。後に進化し、長江のほと、反対側の端には、石突きが付けられるようになった。また、 別の俗説として、藤原孝忠氏、増州医六官受長によれば、南朝の武将、和田方秀が、略往年間に、短兵に対して、有効な武器として、手鉾を改良して発明し、後に、南朝総大将、楠木正則が、昌平十年、文内四年の京都奪回戦の時に使用して、おびただしい戦果を上げたため、他の武家も真似をして広まったという。しかし、 この菊池槍が槍の子祖であるという説はデマの一種である。和田片秀が子祖というのも後世の研究不快に過ぎない。実際には鎌倉時代中期以降には実践で用いられていたと見られる。茨城県中市の城福寺像の国の重要文化財、資本着色周囲、古徳伝11月12日には片刃の刃物を柄に装着した槍を持つ造表が描かれている。 槍という漢字は日本でも古くから使用されたが、本来、槍という漢字は、ほこと読まれた。槍という言葉の資料上の書見は、大抗寺合戦に関する、南部文書書斎の原稿4年に1月10日に書かれた、手追い注文である。この戦いは、県務政権の北畠昭江側についた、蘇我光隆と、北条志山島の足立高影側についた、蘇我同聖の間で行われた。 そして、和と、ヤギヤジロも、ヤリヒムナツキ、半死半生、両、正月八日、と、ソガ光孝の部下が、ヤリで胸を突かれて、半死半生にあるというのが、現在知られている、最も古い例である。なお、前期のクスノキは、昭平七年、文那元年に、北畠明家の弟の伊勢国氏、北畠明義と共同して戦っているため、 秋家秋吉正則という経路で槍を有効に使う戦術が伝播したと考えればそれほど不自然な話ではない。南北朝時代までの槍はむしろ貧乏人の薙刀が割として使われ、それほど有効な武器ではなかった。14世紀以前は兵が密集体系を取らず戦っていたためでもある。その後、戦国時代後半には薙刀より盛んに用いられた。 戦国時代の戦闘用の槍には、大名以下の内物騎兵と勝ち組が使う長さ272.7センチメートル以下の入念な作りの持ち槍と454.5センチメートルから636.3センチメートルの数槍と呼ばれる足軽用に量産されたものとが存在した織田信長は8.2メートルもの長さの槍を戦場で不評に使わせていたという説もある。 16世紀には武将は戦でより効果的に槍を使えるようになった。16世紀中頃には槍組足軽はおよそ5メートルの槍を使ったが短い槍も用いられた。持ち槍とながら槍は共に足軽槍でもあるが持ち槍は訓練を積んだ槍足軽が使いながら槍は多くが農民上がりの本当の造標が使った。戦場においては その長大さにより一つの海ならず打撃のためのながら武器としても用いられた。また、合戦時に一番乗りで敵と槍を交えることを一番槍と言う。刀で鎧を貫くのは非常に困難だが、槍で疲れると貫通する場合がある。大使に槍なら鎧を貫き、馬の足を投げ払うこともできる。また、この頃になると多くの素槍には、株巻き、 しとめ玉と呼ばれる2から3ミリメートルほどの太さの朝紐を立ちだや、物だのかあたりにぐるぐると巻いて、拳台の球状にし、二皮で固めたつばのようなものを設けた。これは、相手を仕留めた際の帰り地で濡れて滑り、手黙りが悪くならないように考案された。この仕留め玉は、帰り地で二皮が溶け紐がほつれたり敵人の斬撃で破損したり、するので戦の土に変えられていた。 また、つけたまま保存したとしても、虫食いや、湿度やカビのために維持が難しく、そのため、減損する、槍の中で血とめ玉が付いたままのものは、極めて珍しい。片手用の剣や斧などを持った相手の利違いから、攻撃する、馬上から、あるいは、馬自体、または騎兵を攻撃する、縦しに攻撃する、など、用途は多岐にわたる。欠点は、 特に大型武具に多く見られる取り回しの悪さと、携帯性の悪さである。柄の長さを変えて、攻撃範囲を変動させる上、2方向に攻撃力を持たせるため、そこから繰り出される攻防は、変幻自在で、相手は慣れていなければ混乱しやすい。また、長いによる、大きな回転運動や重量によって、打撃や斬撃に高い威力を持たせることも可能で、遠心力。 重力の活用によりその破壊力は凄まじく腕や足など骨ごと切ることさえあるという。また、腹、足、肩などを支点として、てこの原理を応用して振り回す技もある。棍棒のような使われ方もされる。槍の中には形状や流派などにより、使用方法が全く異なるものがある。太刀と同じ使用法も可能。集団戦では、 人と人との間をできるだけ狭めた密集した陣形を築き、その陣形の形や盾持ち、旧兵などの支援兵士を布陣させ防衛ラインの形成や反撃、攻撃、または、騎兵を馬から叩き落とす陣形などもある。もちろんこれほど密着した陣形を取ると、振り回すことが困難になり、前方以外からの攻撃にもろく、また、 軍団の移動速度が極端に遅くなるデメリットがあり、ありとあらゆる解決方法が他国で試された。さらに、これらの戦法で使われる槍は5から8メートルと長くなる傾向がある。未だ詳しく、地域と時代別には分けられてはいません。ご注意ください。槍の分類としては大きく分けて、長層、単槍、投げ槍に分けられるがこれらの分類に、 明確な違いはなく曖昧な上、その他のながら武器との混合で厳格な分類は非常に難しくなっている。長層は集団同士の戦闘で効果を発揮しやすく、長ければ長いほど有利に働くために単槍から完全に分離して独立した武器となるが、接近されると対処が非常に難しい武器である。単槍は個人戦や室内戦などの兵所で活躍しやすく、 また複雑な形状をしているものも、単槍が多い、また騎兵槍もここに入る。投げ槍は、投射しやすいように作られたもので、単槍の中にも投射できるように作られたものも、存在する。千鳥十文字槍槍以外のながら武器場から刺しまた、袖絡み、なぎなた、長巻ほぐ狩猟用の槍競技用の槍だが柄の槍を、持ち、地面に立てかけて、 馬の突撃を跳ね返したと記録している書物がある。槍折りという言葉の通り、折れて柄だけになった槍で戦うことが戦で実際にあり、その際、防術として戦ったという記述がある。悪竜、アジダハーカを撃ち殺した時に使用した打撃武器。ありがとうございます。